こんにちは、しんいちです。お金持ちのお金の使い方の話をします。お金持ちっていうのは普通の人に比べて明確にお金の使い方が違います。何が違うのか、まずしょうもないものを買いません。無駄遣いをしません。意外とケチかもしれません。ケチっていうのがちょっと違うんですよね、普通の人と。例えばですけど、今僕ホテルで泊まってるんですね。エジプトのカイロにあるマリオット系のホテルなんですよね。で、探したらもっと安いところあるんですよ。ここよりもこれで安いところあるんですね。半額のところとかあるはずなんですよ。なんだけど、なぜあえてここに泊まってるのかっていうと、ここに泊まることによってやっぱりリフレッシュして効果回るし、こういう仕事だってできるからなんですね。この時間が僕にとってはお金を生むんですよね。でも普通の人っていうか、まあお金ない人っていうのはなんかよくわかんないけど、こういうところケチっちゃうんですよ。ホテルケチるんですよ。でも普段はよくわかんない無駄遣いを結構しますよね。駄菓子買っちゃったり、ケーキ買っちゃったり、まあ、ケーキぐらいいいですけど、よくわかんない飲み行っちゃったりとか、毎週飲み行っちゃうとかね。お金あるんだったら別にいいけど、お金ないのに毎週飲み行っちゃう、毎日飲み行っちゃうみたいな人結構いますよね。毎日ビール3缶飲んでるみたいな人って多いじゃないですか。ビールって3缶飲んだら1000円くらいするんですかね。で、1000円で1ヶ月だったら3万円くらい、それだけで使っちゃうんですね。ただ飲むだけで。でも3万円を頭に投資したりとしたら、全然違う人間になっていきます。頭がどんどん良くなっていきます。いわゆるリテラシーが高くなっていきます。で、そういう風にお金使っていくんですね。お金持ちっていうのは。しょうもないビールを毎日ね、3缶飲むみたいなことはしません。それは何にもならないからです。何にもならないというのは、ただの消費、やもはや浪費ですよね。浪費をしないんですよ。もちろん使ったお金が思ったより返ってこないことはありますよ。だけど基本的には投資志向でいますね。投資マインドでお金を使っていきます。このホテルに泊まることにどんな意味があるのだろうかとか、この食事をすることにどんな意味があるのか、今日今僕エジプト来ますけど、エジプトに来ることにどんな意味があるのか、で明日オーストラリアに行くんですね。オーストラリアのウィーンに行くんですけど、音楽の都と言われるウィーンに行くことにどんな意味があるのだろうかっていうのをよく考えていくんですね。まあ別に僕がお金持ちですとかいう話じゃないんですよ、ね、そのお金持ちの頭の使い方の話ですね。本当に投資マインドですね。で、一番いい投資、よく言われることですけど、本当に一番初めにやんなきゃいけないことをやった方がいいことっていうのは、頭への投資です。頭への投資、まず知識をつけることです。とにかく知識をつけること。世の中に溢れている情報っていうのは調査された情報であることが多いんですね。例えば、まあ、こんなこと言うとあれですけど、政府が国民をね、調査するために情報を規制しているわけですよね。記者団とかがあるわけですよ。で、そこで規制された、フィルターかけられた情報だけを得て、それでなんか頭いいなってるとちょっとまずいですよね。それはね、だって大した情報じゃないんで、そんなのは。で、真実でもないし、トランプっているじゃないですか、アメリカの大統領のトランプ。で、トランプってどんな感じなのかっていうことを、日本人はね、嫌なやつだとか、変なやつだとか、やばいやつだとかって言うんですけど、じゃあアメリカ人はどう思ってるのかっていうのを聞いてみたんですよ、僕ね。今日もね、聞いたんですよ。ちょうど朝食一緒になった、隣になった老夫婦がいて、どこから来たのなんて言ってたら、カリフォルニアから来たって言ってたんで、カリフォルニアの話をしていたら、なんかガス代が上がっちゃってしょうがないみたいな話したんで、なんで上がったのかって。言うと、サウジアラビアの問題だっていうのね。で、サウジアラビアの問題でっていうから、あ、トランプのあれなと思って、で、トランプどう思ってんのとかって聞いたら、彼は口ばかりの政治家と違ってビジネスマンだと、結果を出すし行動する、そんな彼が私は結構好きですよっていう、いうことを言ってたんですね。で、僕もトランプ結構好きなんで、言っても好きっていうか、別に俺ほんとしっかりやってるなと思うのよ、あの人。これ聞いてね、そんなことないと思うかもしれませんけど、よく情報を見たらそうでしょって話ですね。前もシリアにミサイル撃ち込みましたって言うけど、別に山間部に撃ってるだけなんで、あんなのは。なんで山間部に打つのかなって考えたら分かるじゃないですか。そんな軍事的にね、武器屋さんが儲かるようにしたいんで戦争します的な雰囲気にするわけじゃないですか。武器屋さんから圧力を解放するためには、とりあえず運発撃っとくみたいな必要があったんだと思いますよ。でも山の中に撃ったら誰も死んでないと。だから殺す気ないんですよ、あんなに正確に撃てるのに。その雰囲気を作りたいだけ。それで、それなのにも関わらずトランプ変なやつだとかね言うけど、まあそんなことないんじゃないかなと僕は思ってますね。あんま政治的な話しない方がいいかな。いろんな人の意見があると思うんで、まあそれはそれでいいんですけど、要はね、情報って制限されてるし操作されてるんで、そこに気づかなきゃいけないんですよね。で、そういう情報に対してお金を払ってしっかり知識を得ていくと。投資の話とか運用の話ありますけど、日本が売ってる投資案件なんて大したもん全然ないんですよ。なんでかっていうと、政府の認可が下りない限りは日本で販売してはいけないからですね。で、政府がどんな運用商品に対して認可をどうするのかっていうと、政府にとって都合のいいものですよね。選挙した時に投票いっぱいできるようなグループです。わかりますね。ゲイなんかはそうですよね。まあそういうことです。なんで、そういう商品買ってるとかなり損することが多いと思います。っていうか、往々にしてしょうもない商品ばっかり売ってます。日本で普通に買える商品っていうのは。なんで、しっかりその辺も情報をね、買っていくといいと思います。買っていけばしっかりいい商品にたどり着きやすいんでね、保存せずに済みますよって話です。お金持ちのお金の使い方は、情報にお金を使うって話です。それから返ってくるものに対してお金を使うということですね。投資マインドをお忘れなくということで、今回動画をおしまいにしたいと思います。さよなら。